武装中学生はエンターブレインが発足した野島一世によるイクスルーシオンプロジェクト第1弾のコンテンツ。また、それを中心としたクロスメディア作品。ファイナルファンタジーシリーズなどで知られるシナリオライターの野島一世により発足されたコンテンツ。物語の舞台は近未来2026年の日本。防衛教育組織の生徒たちが 物語のキーパーソンとなり展開される。野島による原作の小説では、経済大国の座から滑り落ち、ようやく変化の兆しが見え始めた日本として語られる。防衛を担った教育を取り入れた現代より、少し未来をイメージした2026年という設定のもとに肉付けがなされる。荒廃していく日本で、防衛体制を整える政策の一環として、設立した。 とう防衛学院とその生徒たちは、自らが理想とする世界に進むべく、カリキュラムに取り組むのがあるべき姿だったが、前代未聞の事件が起き、抵抗した彼らは、世間から武装中学生と揶揄されるきっかけとなった。ンの実験成功から物語は始まる。高地ホバイオテックが、フランスの会社のオーベルに買収されてしまい、ンの海外流出を阻止したかった、滝沢智則は、 なんと、その研究データを持ち出した。それが発覚すると、オベールは、傭兵派遣も行っている、セキュリティ会社のトライデントに、回収を依頼した。本社からクリス・アリオー、当時、ガブリエル・ダンドリー、ジョルジュ、吉田の4名のエージェントが派遣される。滝沢の妻である、滝沢孝子の動向を、トライデントの日本支社のスタッフは監視し、留守の時に部屋に忍び込むが、 考え子が帰ってきてしまうという想定外のことがありつつも手がかりをつかむ。滝沢は考え子の姉で自衛隊員の神谷き子に接触をとっていた。神谷は私立東都防衛学院中東部3年2組の下記、総合演習の教官を担当していて、国防ロボット研究について講義してもらうという約束で会うことになっていた。トライデントのエージェントたちはそれを登場で知り、 先回りする。2026年8月1日、3年2組の夏季、総合演習、最後の日、滝沢は演習場に訪れた。しかし、先回りしていたトライデントのエージェントたちが、目的のものを手に入れよう途中を発砲し、滝沢や神谷だけではなく生徒たちも含む、居合わせた者たちが死傷する。滝沢と過去に面識を持っていた、名取東子は、 死の淵にいる滝沢から最後となる頼みを聞き、自分たちが誰になぜ襲われたのかもわからないまま、ひとまず逃亡した。滝沢が持ってきたクーラーボックスは黒部和樹が持つことになる。だが、和樹は気づいていなかったが、中身はない。それを知らず和樹は、かの七海を連れて別行動を取る。東古は、瀬波光、高津陽次、松浦安、鶴見太郎と一緒だった。 すぐ合流地点で、吉野里氏がやってきた。和樹が持っていった、クーラーボックスの中身と共にである。当初、滝沢からの預かり物を運んでいた里氏が転んだ。際に、飛び出てきたのがきっかけで、中身は取り出されていたのだった。神谷の容体を確かめるために、病院に遠くだけで向かうが、敵がいたため捕まえられそうになる。そこを、 学院の生徒を保護するように依頼されていた、セキュリティ会社の稽古ム、御殿場支店の社員に助けられる。稽古ム、御殿場支店には、夫の会社の社長から本人に知らされず警護を依頼され、危機を救われた考え子もいた。稽古ムの御殿場支店にもエージェントが覆面をして、現れ戦闘となる。死傷者がここでも出る。一方、残った5人も狙われた。その場に合わせた。 副担当教官が犠牲となり、逃げ出すことはできたが、ランのサンプルは向こうに渡る。けれどもサンプルには寿命があったのと、研究データは無事だったこともありことなきを得る。考えこと東子、光、幼児、佐都市、安、太郎は合流したことで、ランの用途と勝ち、追ってくるのがオベールの手先であることを知る。一同は身を潜めるために、東京へ向かった。その途中、 トライデントのエージェントから逃げる際に、トーコが銃を撃った場面が、彼女が犯人一味であるかのように加工された動画が出回っているのを知った。また、カージャックをして移動したカズキたちの姿を、被害者が映したものも拡散され、中学生によるテロ犯行が起きているかのように、情報操作され始める。だが、未だに演習場での事件は報道されていなかった。 さらに学院や生徒の関係各所に警視庁警備局という捜査員たちが現れるが味方なのか敵なのか。銃を持ち偏った思想を持って事件を起こしたように印象操作され武装中学生と呼ばれることになった少年少女たちは自分たちをバスケットアーミーと名乗ることにした。一体、ランは誰の手に渡るのだろうか 生徒教職員関係者本社のエージェントチーム、日本支社党と防衛学院は、高等部と中等部から、成立東京都秋きる野市に所在している。創設者、大城薫は、学院創設時に、これから迎え入れる生徒たちを機に、たとえ、聖樹の育成を目標とした四つの柱を、教育理念に掲げた。泥水をすすり清らかさを称えるものになれ、清水の美しさ。 土まみれになり、知能を培う者になれ、大地の知恵、嵐の中に立ち風格を養う者になれ、嵐に負けぬいし、光のない夜に散乱たる輝きを放つ、聖樹となれ、陽光の輝き、聖樹とは、本来、周囲に比べて優れた個体で選抜されたものを指している。党と防衛学院を選び、志すその意思こそが、すでに聖樹である証であるとしたもので、 生涯の育成に対して大白は二つの意味を持たせた。幸せとは言えない世界を築けなかった大人の食材と生徒たちを待つ試練を意味として込めているが、生涯をより分けるための手段ではなく、生涯の苗木を成長させるための家庭にいることを意図している。2026年時点では、生徒数540名、生徒数540名、学級数18、 体育訓練施設が充実していて、銃器、弾薬保管庫といった施設も備えている。シンボルには国防を象徴する盾と、ヤタガラスを配している。武装中学生と書いて、バスケットアーミーと読む。公式サイトと、E、エブリスタにて連載している、野島一世による書き下ろしノベルが、イクスルーシオンプロジェクトが示す、世界観の核であり、様々なメディアで展開する。 武装中学生の中心になる。2011年3月からは、ノベル版のコミカライズの連載が、ファミ通コミッククリアにて始動している。また、単行本がエンターブレイにより刊行されている。サブタイトルはその章の初めの文章から抜粋されている。アニメとト、虎の穴、エビ天限定で、カバー絵をアニメのものにし、ウェブ配信されていた。 オーディオドラマに取り下ろしエピソードを収録したドラマ CD が付属する特装版も発売されたエンターブレインファミ通文庫から観光著者は岡本拓也イラストは黒銀野島版ノベルで描いている世界のおよそ20年後となる2045年の日本を舞台に武装中学生の活躍を描く 登場人物作品の象徴となるシーンを映像化した3分から5分のショートアニメ。2ヶ月に一度のペースで更新され公式サイトで配信。格話タイトルは2012年12月27日からのギャオでの再配信から付けられた。以下の担当者の担当話数は同列末尾の括弧内のもの。作詞、小島由美作曲、編曲、河江健二か。 杉並児童が主将団歌唱指導、津島麻子3話以降の脚本には、野島一世の監修の手が入っている。登場キャラクターの外伝エピソードを収録した、各週放送のオーディオドラマ、プロローグ編であり、武装中学生ゼロとしてコミカライズされている。ただし、佐都市編、安編、太郎編の第4話は本編終了時の後の時系列である。 オーディオドラマではあるが動画サイトギャオにて2012年12月20日より4話ずつ週1回順に再公開されていた。ありがとうございます。